はい、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はですね、ゼノイフリート撃滅戦が来たということでちょっとやっていきたいなと思うんですけれども、今回は武器の五凸だね。そう、武器の五凸が実装されたので、こちらの方をメインにピックアップしていきたいなと思います。で、召喚石のゼノイフリートってのも出てきたんだけど、これね、面白そうなんだよね。で、無凸の時点で、装備してる火属性の数が多いほど火属性攻撃力アップ、火属性武器の数が多いほどね、最大 80%、 無凸でこれよ、はい、ってことはさ、3凸で 100% の4凸で 120% とかならん？ゼノイフこの石強そうな気がするんだよね。これなんか熱いなとちょっと思った次第でございますが、ただいかんせんちょっと要求素材が多いので、今回は武器メインでいきたいと思います。まあ、武器はですね、入手方法としてはエクストリームをクリアした際に入手できる特別な称号を持っていれば大丈夫だよっていうような感じで言われてるんですよね。5段階目の上限解放はレベルが200まで上昇、武器スキルは20まで上げることができますと。で、何度エクストリームを合計4ターン以内でクリアすることで手に入る称号を入手するということで、まあとりあえずちょっとこれやってみよっか。まあ、称号が何手に入るのか。でもそんなに、まあ、エクストリームは難しくないよね。よいしょ。まあ、これでいいでしょう。まあ、おそらくエクストリームはもうカツオ召喚これで完了じゃないかな。これで完了じゃないかと思っているんですが、リロードしましょうか。リロード。あ、二奥義で終わらせてますね。で、ちょっとここさ、これで終わんねえかな。終わるね。ここバジラ一闇で終わらせて、これで終わりと。これでザ・エンドってね。よし、これ3ターン討伐しましたので、まあ割とこの称号自体は難しくないんじゃないでしょうか。煉獄の主を制す者という称号が手に入りましたね。これで上限解放ができるようになるのかな。よし、ここですね。こちらの方で、特殊武器強化か。そうだそうだ、そりゃそうだよな、特殊武器強化だ。あ、でもこれ、ま、真なるアニマいるんだ。真なるアニマ足りなくなりがちだよな。まあ、マルチバトルで主に入手できるんですけど、真なるアニマが20個必要みたいです。それじゃあちょっと、俺、ゼノイフリートの召喚石を取るためにさ、さっきまで集めてたんだけど、それで使わされてしまったわ。よし、じゃあちょっとマルチ行ってくるわ。マルチはでもそんなに、俺さっきちょっとやったんだけど、マルチもね、あ、どうなんだろう、ライフォの方が早いかもしんない。俺、剣豪でやったんだけど、一応2ターン締めはできましたね。一応2ターン締めできたけど、多分だけど、ライフォの方が早くなりそう。もっと早い編成あるかな。多分、ベインとか入れた方が、アビポチ減らせそうな感じするんだよね。バジラの3アビ削るか、まあ、ちょっとなんか削れそうな気がするんですけど、3ターン締めだね、俺が今やってんのは。これで1ターン。これで1ターン。で、あれだね。アルタイルの3アビ使って2ターン。これでまあおそらく 27% か 25% 付近まで行くんですよ。これでだいたい 25% 付近まで行って、最後に、よいしょ、マキュラマリウス。まあ連撃運とかにも寄ってくるんで、まあ、ここのマキュラマリウス、今回は多分マキュラなしでもいけるかな。まあ連撃運にもよるんですけど、マキュラ、連撃運によってはなしでもいける。あったら安定していけるっていう感じかな。まあ、とりあえず現状これでやってるけど、なんかもう少し効率良さそうな編成あるんで、ちょっと練ってみましょうか。よし、完了いたしました。まあ、1050秒ぐらいでしたね。なんか早い編成あったら教えてください。ゼノイフが早く回れる編成よくわかんなかったわ。はい、ということなんですが、20個集まったので、こちらの方で制作していきます。一括で外す。うわー、ついに。編成にゴリゴリ入ってたこの武器が一括で外される時が来るとはな。形変わんのかな、武器詳細。あ、保護も外さなきゃダメなんだ。保護解除。よし。これで、上限解放と。まあ、ここら辺なんか、昔よりは楽になったけど、もうちょっと楽になるといいね。はい。じゃあ制作します。いきます。ポン。おー、変わってないよね。変わってないですかね。で、レベルが150になりましたので、ちょっととりあえず、あれだね、雫は大事だね。よし、杯がないので僕は。杯貧民と言われている私からすると、今回はちょっとね、大事にしていきたい、杯は大事にしていきたい所存なんですが、じゃあスキルレベル上げようか。まあおそらくバハブキと同じだと思うんだよね。資産1215、そうですね。これで、まあバハブキじゃねえや、バハブキスタイル、一般的スタイルですね。レベル4444と。じゃあこのままスキルレベル20とレベル200にしちゃいますね。
よし、レベル19になりました。で、ここからレベルを、レベル19というか、スキルレベル20にしましたね。で、これで、レベルを200にしたら、スキルが新しいの。まだついてないよね、スキル。これで、スキル、大成功してくれ。俺、杯貧民だから大成功してくれないと泣いちゃう。あ、来ました。灼滅の波動が、新灼滅の波動になりました。真になりましたね。で、特大は据え置きで最大 HP 上昇ショート。なるほどな。敵が灼熱状態の時、通常闘技に追加されメイン装備主人公のみ、ここは変わんないという話なので、ちょっとじゃあ HP がどんぐらい上がるのか見に行こうか。HP の計算って割と簡単なんですよね。 HP の計算っていうのは、ここの元 HP あるじゃないですか。 HP が今15000、あ、ちょっと待って、守護スキル全部引っこ抜くね。守護スキルを、分かりやすい見方は、守護スキルをまず全部引っこ抜くじゃないですか。で、そのまんま、他に守護ついてるやつ、俺守護ついてるやつがまず判別できないかもしれないから、全部オールドエッケザックスにした方がまだ分かりやすいのかもしれない。全部オールドエッケザックスにして、パラスも HP が増える。俺の目はごまかせない。節穴じゃないぜ。節穴っぽそうなやつのセリフを入ってしまった。じゃあこれでいいか。 HP が上がるのがないので、これで HP 上がるのなしの、 HP が今18754になってるから、ということはここで実物で出てくるのは HP18000、 マスボ HP とかも込みで、2万ぐらいになるんじゃねえか。ちょっと行ってみよっか。じゃあこれでカゴなしで HP2 万ぐらいだと思う、多分。あー、でも全然上がってねえわ。 HP18754、 HP が18754になってるから、あ、もうカゴのマスボの HP って計上されるんだね、ここに。ってことは全く変わってない状態なわけですよ。今 HP カゴがついてないから。で、ここからさらに攻撃力というか武器捨て分の HP は変わっちゃうんだけど、こちらの方を装備することで、HP が18631でも守護がついてるから、この分増加してれば HP がどんぐらい増えてるのかが分かるという話。18000から21000になった。18000から21000なの、 10% は増えてるよな。18000から2万 10% ぐらいか。多分 10% ぐらいだな、前後的には。でも割と悪くない。後陣でさ、スキルレベル20で特大になってて HP が 10% 上がるんだったら普通に良くない？めちゃくちゃ嬉しいんだけど。しかもカゴ、カゴは乗らないっていうのは残念ですけれども、HP が欲しい時、特に火属性とかもさ、 HP 欲しい時ってあるからね、フルオートとかは。なので、こう考えるとかなり日本雑誌とかありだかもしんないですね。ソルレムナントプラス、ソルレムナントプラスアルファみたいなやつとか、例えば HP が大事なマルチ、ベルゼバブ HL とかさ、ルシファー HL とか考えたら、ソルレムナントって攻撃した時にその追撃つくからすげえ火力的に上がって強いとは思うんだけど、火力が大事じゃない時とか、絶対に死なないでほしいなって思われる時とかもあるわけで、そう考えたらね、ここで EX 後陣で特大でスキルレベル20だよっていうやつが存在してつつ、かつ HP も上がる。もう一回言うわ。 EX 後陣特大で HP も上がって、ステータスも攻撃力3198、3198ってかなり高いのでは。高そう。ゼノイフ刀はだって2800だもんね。もうゼノ刀よりゼノイフ斧の方が一応いい感じなんだな。ということで、今回ごとつしてみましたが、なかなか良さそうな感じがしましたのでね、こちらの方は、もしゆとりがあるのであればぜひとも作っておきたい所存でございますわ。今後のね、ゼノ系が出てきたら、ルシファー HL 〇〇やりますっていう場合も、 HP3 万とか3万5000とか、ファラ回しするときはね、みんなでやるときは3万5000、4万あたりで戦っていくことになると思うんだけど、その HP ラインが満たしやすくなるだろうと考えると、かなり初心者、初心者じゃないね、中級者救済というか、中級者上級者救済みたいな感じの武器になってんじゃないかなと思いました。フルオートとかでもソルレムナントプラス灼滅点みたいな感じで入りそうなので、これはいいもんだ。はい、という感じでした。皆さんももし意見あったらコメントに書いてみてください。そんな感じです。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。じゃあ僕はゼノイフ石を4凸する作業に戻ります。グッ。